よち妻のパーソナル TV ステーション、アンディカフミンのオンチーズ TV ショー。チケット関係でございます。いろいろ証明書とかいろいろ紙がありました。これは日本で予約をした時の領収書控えでございます。そしてこの列車は3月26日にロシア・モスクワを出発し、バイカル湖付近からモンゴルに入り、中国・北京に4月1日に到着する予定だ。モスクワの駅が暗闇に包まれる頃、列車は静かに走り出した。緑色に一本の黄色い線が入った車両だ。そして僕は景色が暗くて見えなかったので、すぐに寝ることにした。夜中にある駅に着いた時に、ある声で僕は起きた。ポイポイポイと列車の中の人が騒いでいるのだ。全く迷惑なことだった。周りに乗っているすべての乗客が中国人らしき仲間で、みんな通路の窓を開けて駅にいるロシア人たちに必死に商売しているのだ。違法なことをやっているように見えた。白い大きな袋の中には花が入っていたり、安物の革ジャンが入っていたり、一生懸命プラットホームにいる中ロシア人の女性たちに売り込んでいるのである。眠っている人たちから見れば迷惑行為だった。隣の部屋の人の少し渋い顔をした男を B と名付けよう。もう一人いるベビーフェイスの男を C と名付けよう。その他の部屋にもたくさんの中国人らしき仲間がいて、中には女の子もいた。そんな行為も駅を出発するとなくなるが、中国人らしき仲間たちは興奮しているようだった。そしてどうにか僕は寝た。もうすぐ僕はモスクワ駅から列車に乗り込むところでございます。そして暗闇に駅が包まれる頃まで列車はまだモスクワを出発していませんでした。夜に近づいております。部屋の中でございます。通路にあった時刻表でございます。まだここはモスクワの駅でございます。まだ列車は走りません。出発の時間を静かに待っております。何のために早く乗り込んだのでしょうか。溶けた雪の そしてようやくモスクワのプラットフォームが動き出しました。出発いたしました。ここから1週間かけてシベリアに入り、そしてモンゴル、そして中国に入り、北京まで向かいます。長い長い列車の旅の始まりでございます。もう真っ暗で何も見えませんでしたが、少し興奮して眠れませんでした。ちっちゃな女の子作詞よち妻。あの車、子供が運転しているよ。そう思って近くに来たので、よく見てみたらその子が叫んだ。私は子供じゃないよって。私は大人よ。私は女子大生。車の免許だって持ってるし、一人暮らしだってしているのよって。世の中には可愛らしいちっちゃな女の子もいるんだね。ぼーっと子供みたいにしている時もあるけれど、私はちゃんとその時だって何か考えてるわっていう。
君が好きになりそうだけど。こんな私と付き合ってみたいですって、お断りするわ、だってごめんなさい、だって世の中には可愛らしいちっちゃな女の子もいるんだね。可愛すぎてどうにかしたくなってしまうけれど、どうにもできなくて悔やんでしまうほどの、世の中には可愛らしいちっちゃな女の子もいるんだね。そして次の日でございます。1996年3月27日水曜日、列車の中で目覚めました。モスクワ付近から東方面へ進んでいきます。地図で説明するとこんな感じになります。ウラディーミルからずっと東に進んでいって、そしてウラル山脈を越えていきます。夜中に。そしてエカテリンブルグというところに向かっていきます。この日3月27日水曜日、旅28日目、10時くらいに起きた。この列車は東に7622キロ移動するので、何回か時差の境をまたぐことになる。1日が短くなっていくのだ。つまり今0時かと思った時にもう1時になっていたりするわけだ。モスクワと北京では5時間の時差がある。10時ごろ駅でパンと飲むヨーグルトとサラミを買った。飲むヨーグルトはシベリア鉄道を逆に走った時に美味しいと思ったもので、駅名は不明だが駅の雰囲気でこの駅に売っていると思い探して買ってきた。この駅でも中国人たちは商売をしていた。車掌さんたちは自分たちに部屋で美味しそうな食事を作って食べていた。そして走り出す列車は辺り銀世界の中を進んでいった。窓を開けると風が気持ちよかった。貨物列車もすれ違った。次の日でございます。シベリア鉄道をずっと東の方に向かっております。昨日の夜モスクワ駅を出発しました。今夜ウラル山脈を越えていくような感じでございます。まだここはヨーロッパでございます。あと30分で小さな駅に17分止まるんだ。ここで食べ物を到着しよう。世界の車掌かな。街を通り過ぎていきます。こういう人のいる街を見かけるとまた景色が変わって楽しいです。だけど雪はずっと積もっております。小さな物置小屋みたいな建物が並んでおりますね。ここが部屋でございます。一人で。これが飲むヨーグルトで美味しいんです。あとなんかパンのようなものを買いましたね。ある駅に到着いたしました。地面は雪かけでぐちょぐちょのドロドロでございます。よち妻のパーソナル TV ステーション、アンディカフミンのオンチーズ TV ショー。